騎兵とハンター GT の6です。メンバーはこの10人でいきます。いよいよ通常ステージのラストです。ボブ王子、財宝を見る前に馬脚を表してしまいましたね。ステージに最初からボスと大量の狙撃兵がいます。青ゲートに近い狙撃兵が邪魔なので、右上に狙撃を置いて敵狙撃兵を撃ちます。先方を置いて右の道を塞いで敵狙撃兵を倒したら、クルースとアドラキエルを置きます。位置を逆にすると右の駆け抜けマンを止めれないので注意です。撃ちながらコストが溜まるのを待ちます。コストが溜まったら 12F と野党を置きます。野党は狙撃兵の攻撃受けですが、正直この辺は誰でもいいです。ボブおじの周りの狙撃兵がいなくなったら、止まっている間にメランサで攻撃します。ボスのすぐそばに配置できるマスがあるなんてサービスいいですね。左から上に行くルートは塞がずにグリンも足します。さらにスチュワードをここに置いておきます。これで走ってくる犬たちをブロックせずに倒せます。メランサのスキルが溜まったら使います。ボブおじが歩き出しました。メランサを置きっぱなしでもいいですが、なんとなく下げました。ボブおじに合わせて、犬が大量に走ってきて、ブロックを倒して突破しようとしてきます。なかなかいやらしいです。なので、ボブおじがここまで来たら、重装を置いて、後ろの犬を止めます。これで、ボブおじと犬を分離して、犬が通り抜けないようにしつつ、ボブおじに攻撃が当たるようにします。ボブおじは、青ゲート前で2回止まりますが、今のスチュワードの位置ならその2回とも攻撃できます。右上の先方は倒されるので下げておきます。ボブおじがぐるっと一周してきます。目立ちたがり屋ですね。このままだと重装が倒されそうですね。そうです、倒されてしまいます。しかしそれに合わせたように犬がいなくなります。下に待機してた狙撃兵が歩いてきました。野党を置いて道を塞ぎつつ攻撃を受けます。早々に倒されましたが、アタッカーは守ってくれました。最後に僕の手持ちでボブおじチャレンジ。キャラによってレベルがまちまちなのはご容赦を。やはり新銀山。